あ、どうぞ。はい、すみません、NHK 宮沢と。はい、ご無沙汰してます。はい、2点伺いたいと思います。はい、改めてですけど、今回の衆院選挙で、訴えていくテーマ、何かということと、はいはい、もう一つ、与野党から話が出ます、給付の話ですね、はい、この点について党としてどうお考えかという2点お願いします。はいはい、まず1点目はもう何度も申し上げている通り、やっぱり今回、われわれは NHK のスクランブル放送の実現によって、党を回答するということを明言してますので、その、ステップの中で、NHK のやっている弁護士法72条違反というものについて、多くの国民の理解というか議論をしていただき、特に弁護士さんをはじめとする、まあ、法学部の教授さんなんかのそういう、あ、確かになっていう、そういう人にこの NHK の集金人がやっていること、まあ、委託会社の集金人がやっていることが弁護士法72条違反に抵触するんだろうなというようなちょっと世論の形成をしていくっていうことが今回の一番の主張になります。で、まあ、それ以外のところについては聞かれたら答えるということですけど、先ほどのように全体としては我々の考えというのは自民党公明党さんに近いものを非常に感じております。別に維新の会とも遠いわけではないんですが、まあ、そういう意味では2点目の経済政策のところっていう意味では、まあ、今回各党すべて、コロナによって傷ついた経済の回復のために現金給付っていうのはすべての党が合意しているところで、あとはその金額の問題と給付方法のところになってくるんですが、まあ、維新の会さんはどうしてもこう身を切って配りたいっていうような考えで、そこはちょっと相容れないと。我々は少なくとも赤字国債の発行してまだインフレになるような、インフレになるまでは赤字国債によっても乗り切るべきだということ、財源はそれですね。配り方としては期限付きの電子マネーというか、そういうものですね。いわゆるいついつまでに使わないともうゼロになってしまう、ゼロ円になるというか、仮に10万円としても1年以内に使わないければ無効になるっていうような、いわゆるパスモとかスイカとかそういう類のもの、まあ、できればマイナンバーカードにその機能を備えればいいと思うんですけど、マイナンバーカードの人は例えば12万円とか、それ以外の人は10万円とかっていう形で、マイナンバーの普及を込めて、かつ期限付きの給付にしてほしいっていうか、それには賛同したいですね。給付することにしてはもう各党全員、全党が一致しているので、これ確定と、あとは金額と方法ですよ。そこの方法のところについては期限付きの電子マネーにしてほしいというか、していきたいと思っています。漏らしてましたね、今までね。そうですね。はい、他ありますか？